カラ補助の戦いとは、1275年に、カイドゥルスに属するドゥア率いる軍団が、天山ウイグル王国君主コチカルテニンの夜から、補助を包囲したことで起こった戦闘。6ヶ月にわたる包囲戦の末、コチカルテニンは、自らの娘を差し出すことで、ドゥアに軍を引かせたが、この戦いはこれ以後ウイグリスタンガドゥアラ、チャガタイによって領土が三色されていく象徴となる、事件であった。 この戦闘については、モーカンがペキヒの交渉を横に日と青年応接と航日に記録されており、漢文とウイグル文字モンゴル文の両方で語られていることで知られている。天山ウイグル王国の領域11世紀より、東部天山山脈一体を支配する天山ウイグル王国は、13世紀初頭にモンゴル帝国が成立するといち早くこれに従属した。遠征による、 親族ではなく、自ら進んで、モンゴル帝国の傘下に入った天山ウイグルの君主、バルチュクアルト・テキンを、チンギスカンは高く評価し、自らの娘を与えて、5番目の子と呼ぶなど、提出に次ぐ高い地位を与えた。そのために、天山ウイグルは、高い自治を有したまま、モンゴル帝国の傘下に入り、東西交易が発展し、初期モンゴル帝国の官僚層に、 多くの人材を排出するなど、モンゴル帝国内でも恵まれた地位に置かれていた。このような状況を大きく変化させたのが1260年に起こった帝位継承戦争で、ウイグリスタンは主戦場にこそならなかったものの、ヤリツ・キリョウラ敗山兵が流れ込み不穏な情勢にあった。この内戦を経てクビライがカーンとなったものの、これ以後も中央アジアでは不安定な情勢が続き、 イドククト政府は、資源5から13年の間に首都を、ビッシュバリクから、東野から、補助に移している。しかし、このようなイドククト政府の努力にもかかわらず、天山ウイグルは、モンゴル高原本土を支配する勢力と、中央アジアを支配する勢力による、モンゴル内での内戦によって巻き込まれていくことになる。定位継承戦争後、中央アジアで自立したオモデ家のカイは、年内に、 チャガイケの領土を乗っ取り、かつてチャガイケ当主であったバラクのこのドゥアをカイライ当主とした。中央アジアを平定し、カイドゥの国とも呼ばれる強大な勢力を築き上げたカイドゥは、今度は東方の大元ウルスとの対立に力を入れ始めた。その一環として行われたのか、ドゥアとその弟のブズマによるカラ補助包囲であり、これは大元ウルスを総主とし、 チャガタイオゴデイ家に従わない天山ウイグル王国をカイドゥルスの陣営に引き入れるための戦いであった。ドゥアブスマ兄弟はかつてチャガタイケ当主であったバラクの子であるが最初からカイドと従属していたわけではなかった。そもそもバラクにイラン遠征をそそのかし、これに失敗して没落したバラクの勢力を墓脱したのがカイドであり、当初 ドゥアは、兄弟や他のチャガタイケ王族と共に、中央アジアの覇権をめぐって、構想を繰り広げていた。しかし、カイドに度重なる敗北を喫したことでドゥアラチャガタイケ、王族王族は、分裂、弱体化し、ドゥアの兄のベクテムルやチュベイカバン兄弟らが、クビライのオーモットウルスに亡命したのに対して、ドゥアブスマ兄弟はついにカイドの下に降った。 ドゥアブスマ兄弟がカイドに降ってから最初の大規模な軍事行動が1275年のカラ補助進行であった。交渉を予訓日によるとドゥアブスマ兄弟は12万モノ大軍を率いてウイグリスタンに現れ1275年にカラ補助を包囲したという。カラ補助に到着したドゥアはコチカールテギンに対してアジキアウルクチラ賞は30万の兵を要しながら 我らに破れ改装した。何時は古城でもって、どうして我が攻撃をしのげようかと語り、まずはコチカルテ金ンに投降を呼びかけた。しかし、コチカルテキンはこれを拒否して、中心は二の死に使えずと聞いている。それに、自分は生きて、家としていた、この城を死んで墓場にすることができれば、本望の至りだ。何と言われてもお前たちに屈することはできないと語って、 これを単位なし、ここから6ヶ月にわたるカラホジョ包囲戦が始まった。この間、与え部かなる部官が史跡をものともせず、気候を上げ、自設義、守るの官に認じられ、ダルハンの号を与えられたことが記録されている。カラホジョは、眼検な守りによって、ドゥア軍を寄せ付けなかったものの、長期にわたる包囲戦によって白民は疲弊し、食料の備蓄も底をつき始めた。 この愛を見計らって、ドゥアは上中にヤブミを投げ入れ、自分もまた、チンギスカンの末裔であって、かつて、チンギスとバルチュクアルトテギンが、隕石関係を結んだように、コチカルテギンが娘を人として差し出せば、兵を引きとうと申し出た。これに対し、コチカルテギンは、娘一人の命よしさのために白民を見殺しには、できない。だがどうしてもドゥアと顔を合わせる気にはなれないと語り、 白民のために娘を差し出しても、ドゥアに投降することはできないという姿勢を示した。そこで、コチカルテギンの娘は人根に包まれて、城壁の上から縄で、ドゥア軍の下まで下ろされたが、カラホジョの城門が開けられることは、決してなく、やむなく、ドゥアは、コチカルテギンの娘を引き連れて、軍を引いたという。以上のような、カラホジョの戦いの天末について、交渉をよくん日は、 漢文とウイグル文で以下のように記録している。資源十二年、ドゥアとブスマラは十二万の兵を率いて、カラー補助を囲んだ。ドゥアラは、アジキアウルクチラ将は三十万の兵をもってして、なお我が軍に抗えず改装した。汝は相手古城でもって、我が先方に当たれようかと公然と語りかけた。イドククとは、我は、中心はに主に使えぬものと聞いている。我は生きてこの死を家とし、 死んでこの城を墓としよう。何時には決して従わない。から補助上はおよそ六ヶ月包囲を受けたが、包囲は解けなかった。ドゥアは小屋にかけて城中にいて、我もまた、チンギス間の諸孫である。なぜ我につかないのか。何時が、ソはかつて公主を、チンギスより与えられた。何時が我に娘を与えるならば、我は兵を休めよう。叱らざれば、 何時を攻め立てるであろうと伝えた、としょつなぎや車上中曰く、我また大佐皇帝書孫、何も、ふふわが勝つしかそかつてなおこうしたしか。自能イオンなヨガ、我がのリアス兵、不全速球、工事、ティーターラグ MN、ドングラム DG サブラルガンマ、トゥカルカシク、R キロ SKSZT、キロ L、ビティディップ、トン RP ビティグニオキュー QA バ、ガンマ、 レーデプ、トゥ r k ル・ケーラーニー、k ・ケリットル・アル・ピバディ・バンマ・ Q ・ A、AT ジャーディ。カラホジョの民は互いに、上中の食料は尽き、力も尽きている。ドゥアが攻めるのをやめなければ、カラホジョは、滅びるしかないに語り合った、イドゥククとは、我はどうして一人の娘を惜しんで民の命を救わないということができようか。しかし我は、ついにドゥアと見えたくないと述べた、またとごい曰く、 我らに押しかずめしかも不意休民命か。触レ修符の世の創建。その娘いるいぐみ主べきをしとねに乗せて、縄で城下に引き下げ、ドゥアラに与えたバギー。ドゥアは、方位を解いて去った、愚州、交渉をおくん日ただし、結局イドククト政府は、ドゥアの撤退後から補助を、長くは、維持できなかったようであり、交渉をおくん日には、コチカールケ人ンンはクビライに越見した後に、から、 補助から東のハミルに移ったが、兵力はなお少なく、北方軍が至ると力を尽くして戦ったが、ついに戦死したと記されている。から補助疾患の時期は明記されていないが、資源14年もしくは資源17年頃のことではないかと考えられている。この戦いの経った年次について、交渉を横ん日には資源12年のことと、 明記されており、一般的には1275年に起こった事件であると考えられている。一方、新末民国初期の学者とより以来、この事件を、資源22年に起こった事件とする見解がある。この説の論拠となるのが、原始喰骨思い伝の記述で、アスト国主であったハングスの子孫、バイダルは、資源22年に、 ビシュバリク方面に出て、ドゥアブスマと戦ったことが記録されている。また、終始、クビライカーアンキには、クビライの知性の末、ドゥアヒキール軍団にチュベートアジキは、破れ、アジキは敗戦の責任を問われて死もと打たれたと、記されるが、これに対応する記述として、原始白河殿には、資源22年秋、そうアジキが失敗を犯したため、 バヤンに命じてその軍を代わりに滑させたとあり、両者を総合すると、資源22年に、アジキ軍が、ドゥア軍に敗れた事件があったことがわかる。さらに、原始清楚本義に、資源22年10月に、カラホジョの民が植えたため、牛等を供給したとあることや、日々に、オーモットウルスからフレグウルスに派遣されたイーサーが、2年かけて、帰還するまでの間、 戦乱に遭遇したことなども、資源22年に中央アジアのウイグリスタンで大規模な軍事衝突があったことの傍証となる。以上の記述から、1285年にドゥアとブスマの侵攻があったことは確実と考えられている。ただし、以上の議論は、1285年にドゥアとブスマの侵攻があったことの証明にはなっても、1275年に、 カラホジョの戦いがなかったことの証明にはならないという問題がある。そのため、杉山正明や龍迎えマサるといったモンゴル史研究者は1285年にドゥアとブスマの侵攻があったことは認める一方、ドゥアとブスマの侵攻は1275年と1285年の二度あったかもしれない可能性に触れつつ、カラホジョの戦いイコール1285年説には、 慎重な態度をとっている。14世紀以後のチャガタイウルスの領域。ウイグリスタンが領域に入っている。カラホジョの戦いでは、イドククトを降伏させることなく、ドゥアは退いたものの、ウイグリスタンをめぐるウルスと、大元ウルスの争奪戦は、以後も厳しさを増していった。ただし、この時期のウイグリスタン方面の情勢を語る資料は、少なく、 断片的なことしか分かっていないのが現状である。カラホジョの戦いに代表される1270年代、1280年代のウイグリスタン攻防戦と同時期に北方モンゴル高原においてもシリギの乱と呼ばれる重大事件が起こっていた。カイズの乱が始まった当初、クビライは対抗策の一つとしてバッシナノムガン率いる大軍団をアルマリクに派遣していたが、 この軍団に属していたシリギ、トクテムルラ・トゥルイ・継承王が1276年に、総加齢、ノムガンラを捕虜として放棄した。この事件のために、大元ウルスの大中央アジア戦略は大打撃を受け、クビライは崩壊したノムガン軍の代わりとして、ホータンとビッシュバリクに前線司令部を置いた。ただし、シリギの乱は、モンゴル高原西部に領地を持つトゥルイ・継承王が、 カイドゥルスに投降するというもう一つの副産物をもたらし、このためにオーモットウルスとカイドゥルス間の戦争の主戦場は中央アジアからモンゴル高原西部に移った。シリギの乱を経て相対的に重要度の下がった中央アジア戦線では、これ以後大規模な軍事衝突は3件ほどしか記録されていない。シリギの乱後、ウイグリスタンで最初に大規模な軍事行動を 起こしたのは、オゴデーケグユクケの特命で、1280年に、特命の略奪によって荒廃したカラホジョでは、飢饉が起こり、3年にわたって免税が行われたと、記録されている。次に大規模な衝突があったのは前日した1285年で、ドゥアとブスマ兄弟が、アストブのバイダルラと戦ったと記録されている。なお、この時の戦争は、 翌1286年まで続いたようで、民間やり進むといった軍人が、ビシュバリク一帯で、カイルとドゥアの軍勢と戦ったと記されている。一方、天山ウイグル王家は度重なる戦乱によって、ウイグリスタンに泊まることができず、クムルから、さらに東方の栄昇に移住することになった。栄昇は、かつてのアマシュウイグルの故地でもあり、 ウイグル人にとっては居心地の良い移住先であったため、ウイグル王家は栄章に根を下ろすことになった。ウイグル王家がクムルに移住し、その地でコチカールテギンが死去した時期、その子のネウリンテギンが栄章に移住した時期はいずれも不明であるが、カラホジョの戦い以降、資源23年以前のことであると推測されている。クビライ時代におけるウイグリスタン最後の軍事衝突は、 1290年のジャンギによるクムル攻撃であった。ジャンギはカイドウルスに亡命したアリクブケのこのメリクテムルの家臣と見られ、これを迎え撃ったのはチュベ米バイダカンラオーモットウルスに亡命したチャガ体系将であった。杉山正明は以上のようなウイグリスタン攻防戦を総括して、目星軍事衝突は2.3回程度しかなかったこと、 戦闘そのものよりもカイドウルスに対抗するためこの方面に配備された茶ガ体系将が,たいが地米を頂点とするひとまとまりの勢力を形成したことがこの地方の歴史に多大な影響を残したことを指摘する。以上のようにクビライの知性を通じてウイグリスタンではオーモットウルスとカイドウルスの間で一進一退の攻防が繰り広げられ両者の勢力はウイグリスタンで拮抗していた。 これを裏付けるように、終始では、クビライの治世末期のこととして、ウイグリスタンは、クビライとカイドゥ両方に属する状態にあったと、述べている。しかし、1293年に、クビライが亡くなると、中央アジア情勢は急変し、カイドゥが大元ウルス両への侵攻に失敗して、亡くなると、チャガタイ家のドゥアが、カイドウルスを乗っ取り、チャガタイウルスを復興させた。 復興したチャガタイウルスは当初大元ウルスと友好関係にあったもののブヤントカーンの第二関係が悪化し、ウイグリスタンは一時大元ウルスによって再占領された。しかし、後続のコシラがブヤントカーン政権に反乱を起こしてチャガタイウルスに亡命すると、大元ウルス軍の中からトガチラがこれに合流し、中央アジア情勢は再びチャガタイ家に有利に傾いた。 1328年にコシラがウルスから大元ウルスに帰還して即位するとチャガタイを即位の功労者として尊重した。コシラは即位直後に暗殺されてしまったものの、このような経緯から大元ウルスはチャガタイのウイグリスタン領有を正式に認めることになった。コシラの死後擁立されたトクテムルの即位記念に、形成大典という聖書が編纂されたが、 形成大典不随の地図には、ウイグリスタンがチャガタイウルストーシュドレテムルの領地であると明記されている。以後、この国境線は明朝ともグーリスタン半国の関係にも引き継がれている。上述してきたようなウイグリスタンをめぐる工房の過程は現存するウイグル語文書からも裏付けられる。例えば、1290年代1300年代頃に発行されたと見られる。 ドゥアの名を権威の拠りどころとする文書が現存しており、この文書の存在から13世紀末には、すでにドゥアの権威がウイグリスタンに浸透していたことが伺える。一方、この文書には、チャガタイ文章に代表されるチャガタイ消し配下の文書に特徴的な要素が欠けており、ウイグリスタンにおけるドゥアの権威は、格好たるものではなかったことが示唆されるが、これは13世紀末、 ウイグリスタンは、クビライとカイド両方に属していたとする、修士の記述と合致する。また、1320年代前半頃に発行されたと推測される、ヤリン文書には、チャガタイウルス支配下の文書の特徴が全く見られないが、これも、エセンブカ・アイルバルワダ戦争によって、ウイグリスタンから、チャガタイ勢力が後退した史実と合致する。しかし、 1320年内後半以後に発行されたと見られるウイグル語文書は形式の統一化が見られチャガタイ文章も共通して見られるようになる。松井太氏は現存するウイグル語文書の内容からチャガタイ家によるウイグリスタン支配はドゥア時代にすでに始まっていた可能性を指摘しつつ実効的支配はケベクの知性に始まったものと推測する。ありがとうございます。